はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は序盤から取れるめちゃくちゃ強い装備を紹介していきます。2つもすでに紹介してるんだけども、今回のも序盤で取ることができます。まず、取るためには、このアビリティを持っておいた方がいいですね。一つが、エンカウント半減。敵とあまり出会わなくなります。そしてもう一つがこれ。逃げる成功率アップ。まあ、敵と出会った時でも逃げる確率がアップする。この二つですね。を取っておくといいです。レベル15ぐらいになると、おそらくこの二つは取れると思いますので、取ってみてください。で、今日スタートする場所ですけど、ここ。ティンバーレインです。結構高レベルの街なんですけども、前回動画でやりました、ここですね。オアーズラッシュから、ここ、南クロップデール、ウェルグローブ、で、南ティンバーレインを通って、ここに来ることができます。まあ、来る途中に一つね、重要な装備がありますので、それを取りながら来てください。前回の動画であります。で、ティンバーレインから今日は、スタートします。まずティンバーレインを出てください。もうすでにね、危険度レベルが45なので、まず、序盤で戦うことはできません。逃げ回ってください。まあ、とにかく、敵に出会わずに逃げる、そういう感じですね。で、街を出まして、左下の方に向かって行ってください。そうすると屋敷があります。この屋敷の中に、装備品がありますね。ここから入ることができます。で、この屋敷の中は、行ったんだけど、あんまり敵がいません。あんまりいない。なので、安心して行ってください。セーブする場所もあります。で、一応、アイテムはここにもあるので、取っていってください。で、装備品を取りますね。まず、下に降りて、こっち。これですね。ここに一つ目あります。呪われた鎧ですね。でも、別に呪われてるわけではありません。性能はこんな感じですね。物理と属性防御が222、ものすごい上がります。だけども、行動速度が66マイナスですね。うん。なので、もともと遅いキャラクターとかに装備するといいのではないでしょうか。まあ、とにかく硬くなります。はい。まず、そこですね。で、ここも取りつつ、次に行きます。この上ですね。上に登りまして、で、ここ、違う。あ、ここで合ってるわ。で、ここで、ここ、階段があります。階段で下に降りていってください。で、ここですね。これ。禁断の斧。はい。これがあります。性能としましては、これですね。物理攻撃力は324。で、命中率がものすごく上がります。プラス80。まあ、外すことはないでしょうね。キャットリンとか、全然一発で倒せるのではないかな。まあ、戦ったことはないけども。で、クリティカルはマイナス120。です。結構尖った性能となってますけども、使える場所では使えるのではないでしょうか。はい。まあ、今日はこの2箇所ですね。はい。まあ、あと、ここの、屋敷を捜索したところ、別に何もなかったんですね。で、敵は、こいつしか出てきません。こいつしか出てこない。行くよ。うん。なんで簡単に逃げることができますし、倒してもなんか、美味しいのが出てくるのかな？どうだろう？わかんないですけども。まあ、ここ、まだ全然先のクエストなので、それなので敵が出てこないのかもしれませんね。はい。まあ、ここ結構楽に2つアイテム取れますので、ぜひ取ってみてください。呪いの鎧と、呪われた鎧か。そして、禁断の斧ですね。その2つ。をここで入手することができます。道ですけども、ティンバーレインから下の左側に行ったところに屋敷があります。
はい、階段を登って、上から入ってみてくださいね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。